どうも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 、おー、え突然ちょっと僕トラップスケルトントラップターンのとこ行ってスケルトン倒したんだけど、なんかシント2017からなんか話したいことがあって、あ、それは忘れてた。どうもみそそぼです、ということですね。なにこれ、看板立ってんだけど、サバさんが欲しければ取ってもいいですよ。何を？ん？あれ？え、何取るって？え、ここにシェルカンをタワー立てたんです。あ、え？なるほど。ちょっとね、今事件があって、以前ね、僕があそこの拠点で、なんだっけ、エンダーパールとか、そういう、投げ物系？アイテムを投げる系のやつを使うと、なんだろう。居場所がバレるっていう、そういうチートが、なんか開発されちゃって、やばいって話をしたんですけど、その後投げちゃったんですよ。これで場所分かったらな、壊しに来いこの家をよ、チーターさんよ、おい。その後、シント2017が、なんかここに、シルカーボックスのタワーを作ったみたいで、なんか、そのシルカーボックスが、勝手に破壊されてたんですらしいんですよ。何者かここに来てんだよね。場所バレてるってことなのかな、これ。こっち来てください。わかりました。これ、ちょっと怖いんだけど。ちょっと待って。なんていうの？ただ物が盗まれただけで、別に荒らされはしてないんですよね。そう。どうね、ちょっと見てみようか。わかんない。ちょっと僕、ここの拠点見てないからわかんないけど。あ、でもほら、荒らされてないわ。そう、荒らされてはね、いなくて、なんなんっていう感じなんですけど、そう。だから、どういうことなんだろうって感じ。シントン選手ならこっち来てって言ってんだけど、はい。なにこれ。サバさん、例の品です。僕は自分の拠点に帰ります。なにこれ。お。これもなくな、これも、ここにあったアイテムも取れなかったってことかな。で、例の品って何？そうだ、そう、なんかシント2017からきっとあげるって言われてたんだよ。そうだよ。取ってない。やばい。めっちゃごめん。でも、シント2017さ、きっと買ってさ、僕にあげるって言ってたんだよ。それ盗まれてる。うわー、やばい。ちょっと待って、やばいぞ。別、他にさ、ここら辺で盗まれてるものは別に減ったものはないし、ちょっと待って、ここのエンチャントテーブルとか盗まれたかな？そこだけ気になっちゃって。ここは？あ！うわあ、エンチャントテーブルも盗まれてる。ああ、やばい。誰か来てるな、この拠点に。あ、ちょっとこれ。どういうこと？マジで。ちょっと待って。わ、びっくりしちゃって話せなくなってる。あれでもさ、前回ここ来た時あったんだよ。やっぱだから、バレたのかな？あー、ここなんか穴開けられてるし、なんか、強欲だわ。うわ、なんかちょっと、エンチャントも消えてんのこれ。うわ、やってんなー、こいつらマジで。こいつら一人かもしんないけど。くっそ。いやでもね、身を挺して分かったわ。場所バレはありますね、これ。場所バレはありますね、これ。多分、エンチャビン投げたからバレたのかな。エンチャビン投げたからバレたのか、僕が普通、なんていう、普通になんかこう、奇跡的に、なんか、ネザーゲート入ったやつがいて、この下のね。この下ネザーゲート入ったやつがいて、それで、ってことなのかな。ここだよな、なるほど。ちょっとさ、こっから、もしかしたらさ、こっから入ってきたんじゃない？この、ここのゲートから？ここから来たかもしんないよ、もしかしたら。ちょっと入ってみようぜ、これ。ちょ、入ろう。入ろうぜ、シント2017。これ怪しいよな、これ。いや、わかんないなぁ。でもなんかさ、ここに土置かれてんだよね。これシントに、なんか土、謎の土が置かれてんだよ。あの土怪しいぞ。あの土、誰かが勝手に置いて、入ってきたみたいな。どうなんだろう。僕は、そうだよね。誰か、多分、
だ奇跡的にさ、座標バレというよりか奇跡的にこのネザーに入って来ちゃったみたいな、そんな感じかな。でもこの間のエンチャビンの可能性もあるよなこれ。シント2017ごめんマジでごめんな、ちょっと本当にごめんね。いやマジか、まさかシント2017きっと置いてくれてたんだ、なんか直接渡してくれんのかなと思ったけど、なんかここにあったキットも全部取られて、サバさんあんなことするから。これは拠点、やっぱ拠点変えようぜ、もう拠点変える、拠点変えるか。あ、シント2017でも結構いろいろ作ってくれてんだよな、ちょっと待って待って待って、メインの拠点変えよう。ここは一旦食料を取るところとして、アダムとイブもいるしね、ここに。だからちょっとメインの拠点は変えて、ま前から言ってたけどね、見て牛少なくなって、あれ、ま、牛殺されてる、もしかして。あ、イブいる、アダムもいる、リリスもいる、あ、よかったよかった、ちゃんと生きてるけど、牛減ってんな多分これ最後。いやいや、爆発はやめて。それはやばい、それはやばい、なんで爆発しようとするの。とりあえず僕たちのあのいた証としてここは残そう。一応用意はありますね。何用意って、ええーはぁ、おい、シントに、おい。これちなみにいくらくらいで買ったんだろうこれ。ちなみにいくらこれ、6ドルで24、あ、6ドルで24つシュルカー買えるのか。なるほど、なるほど。っていうことは、1個40円くらいかな。1個40円くらいで1キット買えるのか。なるほどね。すごいなぁ。6ドルって言ったらもう600円。640円くらいかな。だと思うから。なるほど。何これ。え、お、すごい。ワーストスポーン、サプライズ。へぇ、あ、シルカーボックスも作れるんだ。いります。いやいやいや、いや、こんなもらえないよ。え、それはダメだよ。あげますよ。いいの。本当にいいのこれ。本当にいいの。いいですよ。これなんか、じゃあ、もらえますか。じゃあ、ありがとう、もらうわ。もらいます。もらいますわ。シントニセン、マジでありがとう。僕、通っても全然もらって、めっちゃもう見ても、僕のこの、何これ、全部もらえもんで、ですからね、これ。ここにあるシルカーボックス。今後の客のために使ってく、ありがとうございます。ありがてえ、マジで。僕の 2B2T 実況、マジで周りの人間に生かされてみたいなとこありますからね、マジで。じゃあ、ありがたくいただきます。ありがとう、シントニセン17。ありがとう、すべてのエヴァンゲリオン、マジで。いやー、ありがてー。ちょっと、アイテム処理、なんか、ちょっと整理するか。いや、でもアイテム整理しなきゃな、いろいろ。アイテム整理、いや、これな感じでいいか。いや、もうね、あ、ちょっと剣もらっていい、あ、剣もらっていいですよ。あげますよ、剣は。よし、ちょっと、これもね、もらいもんなんですけどね、これ。ゼガ MC っていうね、あの人が、ネザーにいて、一時期。その人がなぜか、なんかもう優しくされてもらいました。ありがとうございます、デガさん。てか、僕マジでもういろんな人に生かされてるわ、マジで。本当に。もう、いい生活させてもらってるよ、マジで。ありがとうございます、本当に。いやー、にしもとんでもないことになっちゃったな。でもね、僕、あのね、ここの、スケルトントラップタワーは、なんともないんですよね。本当に。ちょっと見てみます？ほら、ここにね、ほら、ここの、ここにあったエンチャント台は、ちゃんとあるんですよ。で、あの、動画外の話になっちゃうんですけど、僕、あそこのさっきの家にも、あの、エンチャント台実は置いてて、それが盗まれてましたね。だから、ここのスケルトントラップタワーは無傷。そう、ここはね、無事だったんだよね。そう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 。なんだったんだろうな、マジで。もしかしてサバさんは知らない人がやった説。それあるね。なんかね、コメント欄でさ、あの、なんか、私がそのチート使います、みたいな。投げ物系アイテム使ったところ、場所が分かるチート持ってますとか言ってる奴がいて、もう絶対そう言って嘘だろうなと思ってるんだけど。まあ、多分ね、ここのアイテムが取られてないってことは、もう僕が見てない人だと思うんで、多分なんか、運よくここに来れたのかな。いやー、でも普通にバレちゃってるしね、これは。普通にこう拠点バレちゃってるしな、これ。この剣切れ味いいです。え、何？あ、なるほど。あ、さっき僕が開けた剣か。よかったよかった。いやー、にしても、こ
ここもちょっと危ないとこになっちゃったな。でもね、僕ちょっと移動がマジでめんどくさすぎて、初期リスポーン地点ちょっと近いところに拠点作っちゃおうかなって思ってるんですよね、実は。ということなんで、多分このお家が見れるのは、この動画で最後になるかもしれないです。これからは、経験値ボトル、エンダーパール、釣り金、これ釣りもバレちゃうんだこれ。あ、ザミさんコメントしてくれたんだ。あ、待って、後で見よう。やば、釣り、バレるん、うわー、どうしよう。マジでどうしよう。あ、釣りしたいよ。だってさ、チートにあるんですよ、勝手に釣りしてくれるやつ。何だったかな、あった、オートフィッシュ、勝手にね釣りしてくれるっていうやつがあんのに、これ使いたかったんだけど今使えないな、これ。あ、大変なことなっちゃった。どうしよう。じゃあまあとりあえずちょっと次回はちょっと新しい拠点に行ってさ、落ち着ろうかなと思います。はい、ということで、じゃあ、今回はこの辺で、なんかちょっと、なんか最近、ちょっとあれだね、Vlog 風な動画になってるけど、なんか 2B2T でこんなことがありました。多分ね、結構こっからはね、なんか 2B2T でこんなことがありましたみたいな動画をね、投稿していくと思うわ。なんか 2B2T で落ち着き、まあそんなことない、あんまりないと思うけど、2B2T で落ち着きましたとか、そういう動画になるか、まあでも、できるだけ、多分それだけじゃ面白くないと思うんで、まあ、できるだけ面白くしていこうかなと思います。とりあえず、この拠点とはおさらばだな。ありがとうございました。ヒントに先住のありがとう。いや、いろいろとね、アイテムも取れたし、まあよかったんじゃないですかね。はい。じゃあ、今回はちょっと内容また薄いけど、この動画面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまとめてください。では、バイバイ。おー